しい欲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 しい嬉しい、めっちゃ大好きです。やばい、カーブめっちゃ大好きです。やばい、カーブめっちゃ大好きです。ヤンズ集めました、直子さんで嬉しい、ヤンズアメリヴィンテージというブランドをやっております、黒石直子です、ね、よろしくお願いします。いつも私本当アメリさんの撮影はよく、ね、大人ミューズさんでお世話になってるんですけど、もう本当にいつも交流上がってくるんですけど、もう可愛いねってみんなで言ってて、今日は、ね、買い物ね楽しかった。いや本当に直さんと趣味似てるなって思いましたね。さっきなんかパッて出てきたらヨアさんと全くコーデ被ってて恥ずかしかったわなんかモデルさんと一緒でなんか、はい、いや今日いっぱい買い物しました。はい、ありがとうございます。じゃあ蹴ってみますか。はい、ヨンズこういうの好きだよね。イエーイ。じゃあ最初じゃあロンハーマンさん行ってたん で、ね、ロンハーマンさんもうね9割ねヨアさんなんですよ今日の買い物。昨日引っ越し終わってもう絶対物を置くのやめようって買い物やめようと思ったのに、うん、やめられなかったですね。ね、でも引っ越ししたばっかりなんでちょっと香り系をフュージョンにしました。これすごいいい香りだった。私も買えばよかったな。これイフね、私香水もたまに夏使ってるんですけど、イフは結構ねあの自然な香りで、うん、お子さんいらっしゃるからそうお子さんにもなんか良さそうな、うん、自然な香りで、スクワはリビングで使いたいなと思って買いました。これもすごい爽やかで素敵な匂いでした。爽やかだったよね。うちにもこれあります。これいい、めちゃくちゃいい香り、ね、っていう感じで私はディフューザーをロンハーマンさんで購入しました。はい、しました。私はですね、もう今日予算が10万円なんですよ。そうそう10万円、そう10万円なんですけど一発超えしちゃいました。もう店に1個しかないって言われたからもう買うしかない、ね、これはでもねもうね直子さんのだった、はい、うん、たらーん、ドリスバンノッテンのトートバッグですね。いやかわいい、もう入った瞬間一目惚れでしたよね。かわいい、こういう感じかわいい。このボルドーとかが入ってる、紫も入ってるんで、うん、あの服結構いろんなカラー合いましたよね。一発20万円でしたあ、じゃあ今日あの自腹でプラスした、うん、自腹でもう課金しましたもう予算オーバーすぎてこれだけにしました。さすがです、はい、でもこれはそういう一発投入、あのもう一生ものですね。はい、はい、ドリス、そうちょっと今日直子さんこれしかないんでもうちょっと長く取ろうかなこれに対して大丈夫大丈夫、今からいっぱいあるから次はですね、フォーゲットミーノッツというお店に行きました。ここからとっくんにと私も予算オーバーしちゃいまして来月から韓国にいるんでね、はい、ちょっと寒いかなと思いまして、ね、おはようジャケットですよこれこれ可愛かったです。もう後ろのシルエットがめっちゃ可愛かったですね。これは抜け襟がすごい可愛かった、ね、あとこうちょっと丈が短いのが、ね、今年らしくていいなと思って。そう、中国のブランドって言ってましたよね。フェンシェンワンっていう。シェシェ。シェシェ。次はブーツ置くとこないんですけど、じゃーん。じゃじゃーん。マルジェラブーツ。ここが丸くてポコってなってるこの丸みも今のスタイリングに。え、シンデレラフィットでしたサイズも。そうですこれ。もう買うしかない。すごい。私を待ってた。何でも合う。ワイルドパンツとかでも。そうそうそう。でさっきかアメリで買ってくれたパンツとも合わせるからね。ここ可愛かった ね。今っぽい、そう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 、今流行りのブランドが全部入ってた。いっぱい入ってて。うん、フォーゲットミーノッツ。ちょっと私だけなんかすごい。すいませんなんか。いいですか。私ちょっと一発 KO されちゃったんで、もう予算が。次はい、じゃあ次はアメリヴィンテージさん。いや、ここでもめっちゃ買ってくれた。ここでもう予算オーバーオーバーオーバーですけど、オーバーオーバーで、まあ、ここは私の庭なのでもうちょっと自由にさせてもらいましたよ。それはもうまずはこちらのエロアジャケット、これはすごい似合ってた。これまずね、色もキルティングのね可愛いし、なんかこれは本当にいろんなシーンに使えそうだなと思って、ね、あとこの上にはコート着れるぐらいの、はい、確かにそんなに分厚くないから今からでも着れるから、かわいい。どうですか、やっぱりちょっと私も秋冬になると柄物を着るのが多くなるから、うんうんうん、そういう時にね、ちょっと大人っぽくなるから、
これちょっとうちの母に取られそうな予感がするんですけど次がじゃじゃーん、これはカーディガン。実は、うん、直子さんのこのインスタグラム、はいはい、韓国で直さんが来てて、それを見た時に買いに行きたいと思ってたんですよ。じゃあで今日出会った。かわいい。めっちゃかわいい。これは、うん、あの写真映えする。私これの上にねアウター着れますもんね、うん、着れる、ね、レザーのジャケットとかオーバーサイズとかで。あと私結構モヘアがあの中にあると、うんうん、こう肌の感じが嫌になる時はあるんですけど、うんうんうん、これすごいと思って、ね、裏地中がチクチクしない、この気持ちいい。そうなの、全くチクチクしないの。これすごい可愛くて、春でもなんかキャミのワンピースとかの上に肌ちょっと見せてきたいなと。しかもこれここの糸がちょっと違って、うん、あのちょっと立体的なバラを作ってるので。可愛い。なおさんのインスタで一目惚れしてましたんで、それを今日セットできました。じゃあ次ここでまだ終わりじゃないからね。まだまだあるよ、あと2袋あるからね。ちょっと私だけめっちゃ買い物してる。一発 KO されちゃったんです。では KO ですけど確かにクローゼット大丈夫ですか。クローゼットダメですね。ダメですね。もうダメです。断捨離しましょう。断捨離昨日したばっかりなんですけど、はい、これは今年欲しかったです。可愛、ね、いの。これもやっぱりね、こういう今のシーズンこういうキラ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 ね。これしかもヒールがそんなに高くない上に分厚いんで、めちゃくちゃ安定感もあって歩きやすいんですよ。秋冬こう服が重たくなるから、うんうんうん、足元こういうちょっと光り物欲しかったんですよ。これ韓国のお買い物とかでも全然歩けるぐらい本当に楽。そう、楽だった。私絶対あのヒール最近ダメなんだけど。あ、そうなんですね。子供といるとやっぱり歩きづらいのダメで、うんうんうん、しかも先端がちょっと尖ってるからスタイルがよく見えます、うん、さらに。いや本当ね、アメリさんの靴が全部ツボ。嬉しい。あ、パンツ。あ、パンツね。これさっきのね、あの、うん、ブーツにも合わせれるしね。そう、お仕事でも結構、うん、だからジャケットとかが多いんでね、私。そうですね。そういう時ちょっと外しで着たいなと思いました。おはようパンツ。おはよう。これ絞ってもらって。そう、で今結構こう高いこういうブーツ、そう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 、さっきの、あのマルゼラみたいなブーツ履いたりとか。うん、で、ブーツインしてね。うん、でジャケット着たりコートもね。なんかこうちょっと女っぽい格好にこういうのを外して着たいなと思って。かわいい。クローゼットに入れます。これ色2色あったけどもう1色欲しいなと思います。ね、カーキもあります。で値段も買えるです。あ、買えるです。2万300円です。いやこれ良かったです。すごいシルエットが出た。まあ、3足目ですよ今日。これはですね、あのね、ウィンドウ入る時からこの子が私をちゃん呼んでた。めっちゃ可愛くて、ウィンドウ入る前からもすでに あれもこれも欲しいって言ってくれてましたからね。これはめっちゃか、もうこれは飾りたい。飾りたい。もう女の子の好きが詰まったパンプスですね、うん、ビジューのね。これもね、ここのカットがすっごい足綺麗に見えてて、ここね、ここ重要なんですよ。でこれとね、同じようなグリッターのねパンプスもユアンさん持ってくれてて、うん、これめちゃくちゃ履きやすいんで、めっちゃ楽だしね、うん、で ちなみにこれ踏めるんで、これがバブーシュとしてもめちゃくちゃ楽、うん、これおすすめ。28日発売なので、ね、ぜひ皆さん買ってください。そう、ワンピも買ったんですけどちょっとサイズがなかったので、ね、後でお送りします、うん、これもちょっと、これはもう可愛すぎて着てください。今日着て帰ります。これも今日発売だけどもう、はい、みんなジョーンズもうないかもね、はい、もうないかもなんですけど、すっごい可愛いの。これも絶対写真映えするね。これは袖のボリューム感がすごい可愛かったので、うん、スウェットとかなんかカジュアルでも可愛いなと思いました。可愛い。じゃじゃん。めっちゃ可愛い。似合う。映えるね。似合っちゃう。似合っちゃう。あ、可愛いっていうお声が。可愛いですよね。似合うんだよ。すぐ隣にアメリさんにあるんで、はい、あります。帰りにぜひ買ってきてください。2色ありました。3色あります。3色。黒とブルー、白もあります。え、ブルーも見てみたい。ブルーなかったよね。あ、完売ですね。いや、今日楽しかった。ね、すごい楽しかった。買い物ダメだね。ね、ダメですね。買いすぎ早いけど。え、でまた、ヨアさんと行きたい、うん、私は。私も行きたい。私めっちゃ買う人と行くの好きなんですよ。やばい。気持ちいいのよ。ね、なんかさ、韓国だと、うん、テリー満足って言って、テリー満足、大理満足っていう言葉があるの、うんうん、韓国は私が買い物すると友達が、うん、大理満足イエーってやるわけよ、私今日大理満足だわじゃん
もうなんかお腹いっぱいだもんな。昨日次買い物するとき呼んでくださいね。本当大理満足するんで、私また行きましょう、行きましょう。フレキシブルオフィスになっておりまして、コーヒー&ワークスを運営しております。ジャポニカ東京さんというカフェビストロの運営や、コワーキングスペース、あとイベントスペースも展開しております。オフィスなの？あ、わー、すごい、本当だ。え、ここにしようかな、うちのオフィスね。めっちゃおしゃれ、美味しそう。毎回ですね、お肉とお魚のプレートがあって、お野菜もお肉もあのきちんと生産者さんから直接出してます。そこが今日はチキンとスペインの、あの栗豚なんです。美味しそう。のローストに栗を食べてる豚、ピオニー、美味しそう。こっちにします。いただきます。いただきます。うん、マシそうよ。だから真っ赤、マシそうよ。真っ赤、マシそうよ。美味しい。ここ絶対また来るね。今流れてます。あ、結婚したんです、私。この前あったの。この前ね、本当にあの私買い物してて、うん、めっちゃおしゃれな2人いるって思ってたら、なおこさんだったんですよ。いや、私もあ、すっごい素敵な親子が、あれ、ヨンアさんだ。どうしよう、次 YouTube、 まだお会いしたことないけど、そう、一回喋りかけてみよう、ヨンアさん。そう、だからはぁーって言って旦那様がめっちゃイケメンで、いやびっくり。もう韓国スターレベルじゃないぐらい。もう全然旦那さんがむちゃくちゃテンション上がって、ヨンアさんだ、大好きなんだけど俺みたいな。うわー、嬉しいなんか朝ドキドキしないですか？全然起きた時に目合わせられないぐらいのレベルで。全く本当長かったんですか、付き合って？いや、私付き合って2年で結婚しました。本当、虫歯の日に結婚したから6月4日虫歯っていうの、それ虫歯の日虫歯の日に結婚しました。わお、もう新婚さん、何にも変わりないですけどね。本当、うん、韓国語と英語と日本語が喋れるんですか？そうすごいね、すごいわ。それはすごいなんか良かったと思う、うん、なんか私は絶対韓国語でしか喋らないようにしてて、うんうんうん、なんか彼が日本語で喋ってきても、うん、韓国語で答えて、そしたら返す言葉とかも韓国語になるから、からそれを絶対にしてたら、なんかこう分けれるようになって、まあ、パパは日本語喋って、じゃあ特に子供の頃から韓国に住んでたとかいうのもなく、もう完全にヨアさんが喋ってるだけで韓国語を覚える。そうすごい、いいね。今5歳今6歳、ね、これが流れる時がちょうど7歳。12月誕生日？そう、12月予定日に生まれたの。すごい、ちょうどその日に生まれたの。でも本当ね、うん、妊娠してた時子供が大きすぎて、うん、24キロぐらい太ったの。24？ 本当。で、産む時にやっぱり大きかったね、うんうん、帝王世界ですか？うん、自然で、うん、すごい。だいたい600ぐらいあったから、うん、すごい痛かった。無痛じゃなく自然？そう、なんかダメだったね、無痛。あ、そうなんですか、うん、可愛いんだろうね。いやイケメンの旦那さんと、ね、欲しいな、そろそろと思って、ね、いいよね、今妊活してます、うん、いや、ヨンアさんおいくつですか今？今38になりました。じゃあ1個上なんだ。私37なんですよ。本当。かぼちゃのベークドチーズケーキ。美味しそう。です。なんか食後なのであんまりあの重くないようなものでご用意して。すごいね、初めて、ね。どんな味がするの？北海道産のかぼちゃを使って、一度、焦がしバターを一緒に混ぜることで香ばしさと、あとシナモンの香りが少しあるので、そちらの方が。マスソヨちゃん。おいしい、マシっすよ、うん、おっとっけ私あんまりケーキそんな食べない人なんですけど、うん、食べれちゃう。あっさりしてる、すごくおいしい、ね、
ねえ、なんかということで今日は本当にありがとうございました。楽しかったね、うん、またアメリヴィンテージさん使ってください、モデルのヨガも。もちろんお願いします。あの大人ミューズでヨガじゃなかったら電話して。いや本当楽しかったな、本当に、うん、またぜひやりましょう、ま、ね、あと40ね、もう今年も、うん、たくさん YouTube 見てくださってありがとうございました。なんか締めくくりに立ち会えるのが嬉しい、うん、嬉しい、また嬉しい、またです、またじゃあ新年初め一緒にしよう。あ、しますねえ、いや本当にありがとうございました。皆さん明けましで味がわ、良いお年を、ね、良いお年よ、メリークリスマス&良いお年をです ね、またね、はい、ありがとう、ありがとう、バイバイ。 Maybe I just never tried, 'cause boy when I'm alone with you, you make